マンだったじゃないですか、はい、銀行に入るキャラに見えないんで、うん、なんで銀行入ったんですかそもそも。安定して稼げるから。家にそんなお金がなかったんで、それを目指して大学に入って就職したっていう。自分があと、まあ、経済学部で勉強してたのもあって、だったら金融機関だなっていう。何やってたんですかニューヨークの前。体験市場のアナリストで、その前がマクロのエコノミスト。ずっと分析業をやってたんですね、うん、会社の中でこの世代では自分以外にいなかった。やっぱ腑に落ちないんだよな、辞めたとこがな銀行員の仕事にこうなんかもう飽きてたとかネガティブな理由っていうのはあんまなかったわけですか。なかったですね。銀行もだし、金融という世界がすごい好きだったんで、なんかこう刺激的だし、はいはいはい、合理的なんですよ。だから自分の感性としては政治よりよっぽど合ってます。安定を重視していたのに、当選する確約もない秋田方市長に出馬って、もうリスクの塊みたいなもので、どうそこまでこう意識がチェンジするんですか。ニューヨーク駐在の時に、その、はい、とにかく外の世界を見てみないと、秋田方で生まれ育ってこんな田舎嫌だって思ってた人間がニューヨークからアメリカ大陸を地球を縦に半周一人で担当チリまでね、はい、したわけですよ。その時に、うん、あ、石丸さんの銀行時代の話ってあんまり表に出てないですよね。してないかもしれないですね、うん、いやだからまあ、 あの差し支えない範囲ですけど、私自身も興味あるのでいろいろ聞いてみたいですね。本当に、はい、ぜひぜひ楽しみにします。各金融マンだったじゃないですか、はい、なんかあの結構銀行に入るキャラに見えないんで、うん、そもそもなんで銀行入ったのかとか、どんな仕事してるのか、めちゃくちゃ硬い感じじゃないですか。うん、まあ硬いけど、硬いし、なんか銀行っていかにこう年功序列だとか、はい、そういう稟議を通すとかって求められそうなので、うん、なんか石丸さんだとなんかいろんなところで切れまくってそうな感じがあるのでなんか1年ぐらいで辞めちゃってもおかしくないんじゃないかっていうイメージを勝手に持ってるんですが、あれが先人の見てる顔がキャラなのかどうかも含めですけど、はい、そうどんな銀行、なんで銀行入ったんですかそもそも。安定して稼げるから。あ、結構じゃあ職業として入ったっていうか。そうです。あ、でも安定して稼げるっていうのに石丸さんって魅力を感じるキャラなんですね。そうです。僕はそれを目指して大学に入ってで就職したっていう。え、それお父様とかの影響ですか。そうです。家にそんなお金がなかったんで、なので本当はというか、あの無邪気に高校生の時は医者になりたかったんです。憧れがあって。クビにならないから。はい。クビにならない。その時は純粋です。医者というものに興味があって、でも理系に行くかどうかだった時に、うん、理系は院まで行かないといけないし、医者じゃないにしても金がかかるなと思って文系を選んで、うん、で文系の中でも経済学部っていうのは一番就職しやすいんじゃないかなっていう、うん、それです。で、京大の経済学部行って、はい、でちょ、めっちゃ意外です。すごい堅実ですよね。最近のギャンブラーみたいな。そう、最近の振る舞い見てるとそんなの気にせずもリスク取ってみたいな。自分の人生の中で、あの一番リスクとリターンのバランスがいい道で、で金融受けて、で金融の中で銀行、信託、証券、生、損保 の、うん、あの1、2社ずつ受けて、うん、8社ぐらいしか受けないんです僕、うん、就職活。受けたのも金融ばっかりだったんですか。金融しか受けないです。へえ。他は全然、あの面接は一切、ま、あのペーパーテストぐらいなんなんエントリー資料から出したかもしれないですけど、安定して稼げる子には金融に絞って、はい、上位2社ずつぐらい。あのなんか所得が明らかに高いじゃないですか、うん、なんか四季報とか出てくるの、うん、フジテレビとかも高いじゃないですか当時。あ、でもその安定感という意味で。安定感ないわ。安定感という意味で。安定はい。た時に、なんか自分があと、まあ、経済学部で勉強してたのもあって、統計とか、うん、だったら金融機関だなっていう。うん、結構その銀行でもその、まあ、法人営業したりとか、はい、まあ、こうそのアナリスト的なこともあったりとか、はい、具体的にこうどういう仕事をするかとかまで見えてたんですか。入った時には全員総合職採用しかなかったんですよ、うんうんうん、我らの時代は。で入った後に3年目ぐらいでキャリア選択進路調査みたいなのがあって、うんうん、そこでアナリストの方を選んだっていう、うん、それなんでなんですか。面白そうだったか。そう、あの経済学部で統計学とかをやってたんで、はい、どうせならそれ使って仕事したいなっていう。あ、そういう感じでね、はい、なんか意外とそこなんか一個一個一手ずつ着実に差しに行ってるんですよ。なんでそんな、ごめんなさい、安定求めてたのかっていうのはご実家の、まあ、お父様の影響とか以外に何かあるんですか。いや、もう単に金で苦労したくないなっていう、お金持ちになりたいというか、お金で苦労したくないっていう思いなんです。超莫大な金何億とか得るよりも、定期的にある程度
幸せに暮らせる金が入ってきてほしいわっていう。そうなんですよ、衣食住に困らないような生涯を送ろうっていう。どこでめくれちゃったんですか。いやいや、めくれてないと、そのままですよ。そのままなんですか。今も安定求めてるんですか。今はもう、まあ、安定というか、あの衣食住には困らないようにはしようと思って。へえ、はい、もしかしたらちょっと銀行時代から今に至るまでもうちょっとこう詳しく紐解いていきたくなりましたけど、今の聞いてたら。で、まあ、数ある中から三菱東京、三菱当時は東京 UFJ ですよ ね、はい、そうですね。三菱 UFJ 東京かな。東京三菱銀行だったんです。そうだそうだ、東京三菱銀行。あ、逆だったのな、はい、に UFJ がくっついて、三菱東京 UFJ 銀行の、一番長い時に入りました。なんでそこにしたんですか。一番大きい会社だったからです、業界で。銀行の中で三名側の一番にいるなと思って、ね、キングオブ安定企業ということで、はい、なので、あの迷わずそこにしました。まあそうですね、銀行の三菱グループのね、はい、中核企業に行って、はい、一番安定感が高いかなと思って。めちゃくちゃ意外すぎてちょっと突っ込む言葉が。じゃあ石丸さんは当時はもう半沢直樹みたいにこう上司にもう噛みついたりとか、うん、そういうことはあんまなかったんですか。時々しかしてないですね。時々してたんですか。時々、うん、どんな時してたんですかそれ。例えば今日もカバンそうですけど、うん、リュックサックを背負ってたのを注意されたことがあるんです、うん、あ、はいはいはい、確かに注意されそう。20年前は、うん、みんな手提げのカバンが当たり前でリュックサック背負ってる人いなかったんです、うん、入社したんですね、はい、入社、うん、結構髪型も細かく指導されるとか言われたりしますよね。その時にどう考えてもリュックサックが便利だと思って、うん、リュックサックを、いや一応なんかビジネスにもなんかそんな浮かないようなスーツ着て背負えるようなリュックサックだったんですけど、うん、それをなんか上司に注意されたことがあって、うん、なんて言ったんですか。それなんだって言われてリュックサックですって言って、うん、爽やかに、うん、それで会話を終わらせました。それ何年目の時ですか。1年目とかじゃないですか。いや結構やっぱなんていうか納得いかないとこは昔からちょっとそういうとこあったんだろうな、うん、だって何を注意してるのか意味がわからない。何がダメなのかみたいな。でもそこであえてそれ以上は追撃しなかったです。上司は、あ、おぉみたいな、うん、お想定してない返答だったので、そこで、いや、すいませんみたいなね、ダメですかとか言うんですけど、ダメですかとも聞かない、リュックサックです。これ以上突っ込むとヤバそうってなったかもしれません。すごい、やっぱり石丸工務の原型あるな。問いに対して明確に答えた。どんな就活生だったんですか。ちゃんと面接したんですか。次、石丸君って言われるじゃないですか。ああ、でもおかげさまで、うん、あの内定はすんなりもらえましたね、うん、やっぱり大学名と当たり障りのないコミュニケーション能力があれば普通に入れるんですよ、金融機関って。当時あれですか、まだリクルーター制みたいな、一般回路できました、うん、リクルーター制のところもあれば、はい、三菱は違いました。もうちゃんと完全オープンで。へえ、はい、なんてこと。石丸君、うちに入って何がしたいんだねって言われたら何て答えてたんですか。なんか銀行員として頑張りたいです。爽やかに。でもそこはエッジを聞かせなくていいんですよ、うん、もう大学名でここまで来てるし、 あとはネガティブチェックなんですよ、うん、じゃあエッジを聞かせない方がいいぐらいなわけです。これね、いやそうっすね、自分はでもゆくゆくは頭取になりたくてとか言うと、あ、こいつダメだとなる。なるか。から普通に受け答えができればいいんで、ニコニコ笑顔で、うん、あ、はい、自分は金融を勉強してきて銀行のこういう業務に、うん、興味があります、うん、まで言えばオッケーってなる。趣味は何だねって言ったらどうするんですか。そんな会話今あの時なかったんじゃないかな。ないのか、そういう会話は。うん、そじゃ今の話聞いてると、はい、石丸さんってそういうコミュニケーション取った方が得だっていう時はそういうコミュニケーションするって意識があるわけじゃないですか、はい、じゃ今やってないってじゃ意識的にやってるってことですか、その、まあ、構文は、はい、構文は俺が最近国語学的に、ね、分析してますけど、勝手に僕でね一つコンテンツをね、ネタコンテンツを使われてる、勝手にサムネイルで石丸さんの写真使ってる。本人出ませんって書いてあるよ。ただ、文法とかレトリックと、俺国語やっぱ好きだから、うん、あの映像で言葉使ってきたからね、文法とかレトリックを超細かく分析すると何事も面白いんですよ、うん、でも石丸さんの文もね面白いんだけど、まあ、それを置いといて、じゃあ今やってるの得だと思うからやってると。うん、そうですね、何にメリットデメリットがあるのかっていうのはやっぱり考えますよね。だってマスコミと話すときに今の就活生みたいに、うん、はい、いやそうですよね、大変でした、そうで、ね、嬉しかったですって言うことじゃないですか。そうそうね、首相なね感じで、うん、でもやらないのが得だと思ったからやらないって、やらない方が得だと思ったからっていう、っていうことそれだけですね。自分がどうしたいというよりももっとなんか合理的な感じです。損得の感情です。損得、好き嫌いじゃなくて意思があるってことですね、そこにね、うん、嫌いでもニコニコしてなきゃ通らないと思ったらニコニコします僕、うん、うん、はい、だそういう人なんだな。俺じゃあその今就活の話もありましたけど、銀行十何年いらっしゃったんですよ。15年ぐらいですね。15年間も基本的には退職間際も、
割とそうあんまり喧嘩するわけでもなく、ああ退職の時にはむしろなんかものすごいサポーティブに送り出してもらっちゃったんですよ。だってどんな感じだったんですか。ニュースを東京で見て地元の市長選挙がないかもしれないって、うん、で絶対選挙やらせるべきだとやるべきだと思ったんで、はい、会社に選挙出るために会社会いますって連絡したのが選挙の1ヶ月前なんですよ、はい、7月の8日だったかな、うん、でその電話の翌日に上司とか、あその当日か上司とかが分かった、もう後の仕事は全部引き取るから、うん、で急いで選挙の準備しろっつって、残りの期間全部仕事を抱えてたんですよ、明日の仕事も来週の仕事も、うん、全部上司とか同僚が引き取ってくれて、で残りの月末の退職日まで有給の消化で過ごさせてもらったんですよ、うんうんうん、めっちゃいい会社じゃないですか。めちゃくちゃいい会社だったんだなと思って最後の最後に分かりました。普通なんか一発切れそうなもんですけどね。いや むしろ逆に部長とかも本当は止めないといけない立場なんだけど、うん、お前だったら何かやってくると思うから頑張ってこいって言って、めっちゃ応援されて、いや僕も怒られるかなと思いながら挨拶に行ったら、怒られもしないし小言すらもないし、いいじゃん面白そうだし期待してるっていうふうに売り出してもらった。あの時無風で秋田方氏が農選挙で市長決まりそうだったから出るって言ったんですよね、はいはい、そっか、まあ、後藤さんが日経をやった時と随分違うんじゃないですか。そう全然違いますね。いや、まあ、そうですね、まあ、うん、私はどっちかというとプロアクティブに動いたのかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、でも選挙が別にその着々と準備して秋田方市長になろうと思ったわけじゃなくて、それこそその農選挙になってたので動いたってわけですよね、はい、もしそこからその事象が起こらなければ、うん、今もまだ銀行員だったかもしれないですか。だと思います、はい、あそうなんですね。だから秋田方市でちゃんと選挙が行われていたら、はい、まだ銀行マン石丸として、はい、次はシドニーあたりにいたかもしれないですよね。そうですね。じゃあ別の銀行員の仕事にこうなんかもう飽きてたとか、はい、もう飛び出したいっていうそういうネガティブな理由っていうのはあんまなかったわけですか。なかったですね。銀行もなし金融という世界がすごい好きだったんで、なんかこう刺激的だし、はいはいはい、合理的なんですよ。だから自分の感性としては政治よりよっぽど合ってます、うん、気持ちがいい、好きですっていう、デジタルなんで合理的だから、はい、感情も含めて合理的なんですよ、うん、マーケットの反応も含めて、うん、ってなった時に政治のよくわからん無造無造の感情の力学に比べたら分かりやすい、うんうんうん、僕は金融の方が合ってるなと思います。ストレスがない、はい、また戻ることもあるかもしれないですか。いやでも今更戻れる仕事があるのかなっていう、うん、もう離れて久しいですし、いやもう今のキャラで来られたら全員落とすでしょそうなんですよ、さっきの、ね、いやでもさっきのチェックで、でもあの個人のお客さんめちゃくちゃ連れてくるかもしれないですけどそうね、リテールだったよね、プライベートバンクそうね、プライベートバンクだったらそうかもしれないけどそっか、じゃあ15年やってて後藤さんの初めの質問に向かうんですけど、半沢直樹的な場面っていうのはそんななかったんですか。まあ、あれずっとやってたら会社居づらいです普通に考えてでちゃんと業務はやってたわけですね、粛々、はい、とね、はい、ですね、うん、でもあれですよね、ニューヨークに行くって、はいはい、比較的そこそこ中でもだって俺のイメージよ、うん、銀行ってメガバンクって1万人取るとで入った瞬間に俺が聞いた都市伝説よ、こう入社会場1万人いるじゃないですか、中にそそっと100人ぐらい集められて上の席から見たまえあの9900人が君の兵隊だって言われてもうそこで選抜されてるっていう都市伝説聞いたんですよ。その選抜されて100人がニューヨーク行くわけじゃないですか。大おおむね合ってます解釈。いや、うん、私は別に銀行にいたわけじゃないのでそんなに答えるほど知らないですけど、いやそれはさすがに都市伝説じゃないかなという気はしましたけど、ちょっと今こうあの古代しましたけど、ただやっぱりあのニューヨークって聞きますよ、ニューヨーク、まあ、あの常識的に考えてニューヨーク行ける人数っていうのは数、うん、ものすごく少ないわけですし、うん、金融機関においてニューヨークっていうのはやっぱり一大地なわけなので、うん、やっぱり、うん、相当な選抜がなされてるっていうのは常識でしょうね、うん、何が優秀だったんですかニューヨークに至る前、何やったんですかニューヨークの前は。アナリストです、はい、債券市場のアナリストで、その前があのマクロのエコノミスト、ずっと分析業をやってたんですね、うん、でそのキャリアを踏んでる人が会社の中でこの世代では自分以外にいなかったんで、エコノミストとアナリスト両方できる人だってことですか、はい、なので、はい、ニューヨーク駐在とかでアメリカ大陸カナダからチリまで丸ごと担当してこいっていうのにちょうどよかったんじゃないかなっていう、あそっか、のエコノミストとアナリスト両方できるから全部分析してこいみたいな、そうなんですよ、あの
ちょっと境目が分かりにくいかもしれないんですけど、為替アナリストってマーケット金融市場の分析なんですね、うん、上がるか下がるかってドタバタを見てる、うんうん、一方でエコノミストってもっとこう静かな感じなんですよ、生態というか落ち着いた現象を、それこそデータも月次だったりしますし、うん、雇用統計とか、そう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 、景気がどうなるかっていうことですね、はい、っていう大きな流れを見てるのがエコノミスト、うん、その両方やってた人間って意外にいないんですよ、うん、はい、ずっとそれこそトレーダー上がりのマーケットのアナリストっていうのは結構いらっしゃいますよね、でもこの両方を踏んできたっていうのが、うん、あの銀行では珍しかったので、多分そのあたりを評価してもらったんじゃないですか、うん、そういう経験珍しいんですか、うん、あのゼロではないですけど、うん、そうですね、比較的少ないかもしれないですね、何でもかるから言ってこいと、うん、そうですね、一人で全部できそうだっていうのが良かったんじゃないですか、さあエコノミストとアナリストやるって自分で希望したんですか、たまたま巡り合わせですか、巡り合わせですね、エコノミストは希望してそこの部署に入ったんですけど、その後は自分の上司がボスがずっと連れて渡ってくれたんですよ、自分が次に行く部署に石丸を連れて行き、で次のところはニューヨークはそのボスが送ってくれたんですよ、結構ボスにもちゃんとハマるタイプだったんですねちゃんとハマんなそうじゃないですか、うん、あの多分名前はご存知だと思うんですけど、はい、内田和人さんっていう、はい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 、え、あの業界では超有名な方なんですよ、はいはい、その方が自分がエコノミストのチームの時にいた僕を連れて債券市場の方にもう連れてってってもらい、そこからニューヨークに為替アナリストとして送ってくださったっていう、その人の薫陶を受けながら、そうですね、そうなんですね、です、結構有名な方、でも市場部門で本当にど真ん中に、もうでも対抗されてますよね、そうですね、銀行は、はい、うーん、で、どうでしょう、ニューヨーク何年ぐらいいたんでしたっけ、4年半ぐらいですね、4年半か、はい、2000、あ、さっき何年って言ったの、16年16年の時は言いましたね、16年の前後4年ですね、あ、まあ、やっぱ旗から聞いてるとやっぱ腑に落ちないんだよな、やめたとこがな、うん、そもそも安定を重視していたのに、うん、秋田方市長当選する確約もない秋田方市長に出馬って、もう安定の正反対というか、うん、もうリスクの塊みたいなもんじゃないですか、どうそこまでこう意識がチェンジするんですか、ニューヨーク駐在の時に、はい、その求めてたものを一通り手に入れたのかなっていう気分になったんですよ、どういうことですか、具体的に自分が願ってたこと、夢見てたことが、あ、ここだったのかなっていう、お、え、どういうことですか、もうちょっと詳しく言うと何を求めてたんですか、それそれこそ安定ですよね、あ、安定、あの、まあ、経済力とか、経済力、お金をね、うん、あのとにかく外の世界を見てみたいと、秋田方で生まれ育ってこんな田舎嫌だって思ってた人間が次京都行って、はい、東京行って、で世界のニューヨークに行って、ニューヨークからアメリカ大陸を、ね、地球を縦に半周一人で担当地位までね、はい、したわけですよ、その時に、うん、あ、これ以上を自分の人生で望むってなかなかもうないんじゃないかなほうほうほうって思ったら、もうあとはなんか余生みたいな、いや仕事をやる気はバリバリあったんですけど、うん、ただ自分の中でこれ以上何かを追求したいっていうのは、うん、一旦そこでなんかこう完成したというか、あ、はい、あ、そっか、年収もまあ一応海外とか手当てて2,000〜3,000万いくかな、数千万いくし、まあ、一番世界の中心じゃもん、激動で、はい、で刺激もあったしって考えたら、あれ以上の刺激ってきっとないんじゃないかなっていうのも思ったんですよ、あ、故に違う世界に、まあ、たまたまきっかけで行ってみようと思ったってこと、まあ地元だったんで、うん、あれ他の都市だったらやってないんですよ、うん、まあ、だから確かにそこから見ると、まあ、いきなり地方議会行ったらショック大きいかもな、うん、その違うロジックで動いてますからね、ロジックというかもう感情と感情しかないです、うん、それは確かにね、まあジャンル、よしよしはどっちもいいんですけど、それ違うよロジック、うん、感情というかね、びっくりするでしょうね、それはね、その銀行ってこう、うん、その組織の調和みたいなのを重んじるところあるじゃないですか、うん、秋田方市長としての、まあ、いろんな出来事っていうのはよく切り抜きとかでも拝見してるんですけど、市長になられた当初から結構ああいうなんて言うんでしょう、こうバーってやる感じだったのか、初めはこう調和を重んじていこうと考えてらっしゃったのか、当初 どんな心構えで当選されてから行ったんですか、うんとですね、あの調和という意味では、はい、最初から最後まで調和は重んじましたね、あ、失礼しました、はい、それはやっぱり、ただその理にかなわないことは許しちゃいけないなっていうのは、さ、前から思ってた、むしろ金融人だったので、うんうん、合理的なことからそれるっていうのはこれはもうダメだと、分かりやすく、うんうん、誰が言っててもダメなものはダメだっていうのは自分の価値観としてあったんですよ、うんうんうん、
そういう意味では最初からですね。最初からいいものはいいし悪いものは悪いっていう。それじゃあ銀行員自体もそうだったっていうことですか。そうです。というか合理的じゃない人間は存在が許されないのがマーケットじゃないですか。あ、なるほど。まあ退出しろって言われるね。すごい厳しいんで、ね、なんか意味が分かんないことを論理の飛躍とか言った瞬間に仕事がなくなるみたいな、うん、もう来なくていい、お前の話はいい、それを喋るな。そうかそうか。じゃあ仕事そういう世界なのか。じゃあ仕事のスタイルとしては別に非連続ではなくてある程度自分の中でるわけなんですね。ですね。で、組織という意味では銀行と市役所って結構似てるというか親和性が高かったなっていう感想があります。どういうところですか。なんか良くも悪くもものすごいシステマティックなんです、うんうんうん、なんか手順手続き前例踏襲ですね。そうそうっていうのが強いので、うん、そういう意味ではなんか馴染みがある空気でしたね。あ、行政の方のマネジメントにおいては、はい、対議会とかじゃなくて、うん、まあ、確かに市役所と銀行って志望する人似てますよね、きっとね、就職先としてもね。なるほどな。まあ、そういう発想で秋田方を運営してたのかですね。合理を貫くみたいな、はいはい、自分がまあトップにポコンと居座るわけですけども、うん、そこでなんか自分がかつて知ってた組織をまたこう構築するような、うん、はい、ちっちゃい三菱 UFJ 銀行みたいなイメージであります。誰でしたっけ、忘れて、理科とかだから忘れちゃいましたけど、ちょっと忘れちゃったけど、でもなんかそもそもで言うと経済学の中に、まあ、一発途中からやっぱり1970年80年ぐらいからとはいえ結構非合理が動かしてるわみたいな発想が出てくるじゃないですか、うん、行動経済学の中に。まあ、その通りじゃないですか。なんか、まあ、情報って不完全だし、うん、そもそも非対称だし、うん、なんか全員がこう合理的に動けるものでもないっていう発想も経済学に織り込まれてるじゃないですか。っていうのはなかったんですか。やっぱこう、まあ、例えば議会のもうちょっとこう解像度高くいくと、議会のおじいちゃん、うん、まあ親戚がずっと近くに住んでるしとかまあやっぱりその経済効果わかるけど遠くまで行けねえしとか、うん、いやいやもう消滅可能性あるんだよ、いや遠くまで行けないんだよっていうのも、まあその人間の行為としてわかるじゃないですか。まあ、その非合理が、むしろ非合理を解消する世界が政治な気もするんですよね。そこはどうだったんですか。もう非合理祭りが政治じゃないですか。例えば住み慣れた土地にずっと住んでいたいっていう、うん、これ自体は価値観なので是も非もないんですね、うん、でそこに いるとどんどん不便になる。不便でも構わないんだ、最後の一人でも住みたいんだって、それは合理的なんですよ、本人においては、うん、本人においてはね、それはいいんですけど、うん、一方でそうじゃなくて、どう考えてもみんないなくなって最後一人しか残らないんだけど、一、うんうん、人は嫌だとか言うんですよ、うんうん、あ、みんな住んでほしい、住みたいけどみんな住んでほしいと、そうっていう、それが完全な非合理なんですよ。わがままでしかなくて、うんうんうん、自分の価値観を人に押し付けて平気だっていう、これが田舎にあるんですよね、うんうん、で昔は人がたくさんいるので、それがなんとなくみんなで同調圧力として見えない形で空気を支配してたんですけど、うん、今もうスカスカになってきてるんで、うん、まだこんなこと言ってんのっていう、うんうん、それどうやっても願い叶いませんよっていうのを認められないんですよ、現実を受け入れられないっていう、これが田舎の病だと思いますね、うんうん、なるほどね。そこがだから人口減少していく時の社会の作り方にとって克服すべき課題っていうことか、うん、乗り越えないといけないところなのかなと思います。そういう発想でやってたのか。大さん今の何かありますか。いや、大丈夫です。後藤さんの後質問の中にあと対メディアのとこがあって、まあ、対メディアっていうのは今、はい、ちょっと報道中でもこの政治報道の文脈で、うん、語ること多いじゃないですか、うん、石丸さんの面白いとことか石丸公文とか、はい、もういじりがいがありすぎるから高橋さんがいじってる、俺がひたすらいじってもいじった方がいいんですよ、はい、あのね、はい、テレビの人って報道の人真面目すぎていじっちゃいけない空気ですけど、うん、アホですよ。いじり尽くさないと分かんないっすよ。さすが。だって俺ね、本当に思ってた、石丸公文の選挙報道全部を一問一個文字起こししたんですよ、うん。して、文法的にどうかとか、レトリックどうかって研究しないと分かんないっすよ。うん、こんなもん。あと俺は思ってるね。いじり尽くしてなんぼだと思ってるんだけど、うん、全部いじり尽くさない。これはと思ったら、いじり尽くして最後分かると思うんだけど、まあ今ちょっと政治文脈を。経済メディアをどう見てたのかみたいな、ちょっと後藤さんから来てて、日経新聞好きですか嫌いですかっていう質問来て、そういう考え方してないでしょ。まあ日経とかテレ東とか含めて、経済メディアってどう見てたのか、アナリストでもいらっしゃいますしね。WBS 何が面白くてつまんないかって話ですよ。今日後藤さんこの後 WBS ですか。今日今晩出ます。そうなんですね。でもあの辺は一通りやっぱり信頼して見てますよね。WBS ね。はい。うん、朝はなんだっけ、モーニングサテライト、モーサテ。そういうことなんか、うん、ああいう番組に自分の知ってる人もたくさん出るんで、うんうん、はい、あ、だって NHK のなんかマーケットの活性とか出てたんですよね。ああ、昔やってましたね。ニューヨーク中なんですか、はい、何喋ってたんですか。あれなんだっけな、 BS の番組かな、ワールドニュースみたいな、そういう感じの、うん、なんか金曜日に向こうのマーケットが閉まった段階で、うん、あ、日本の土曜日の朝ですよ、うん、石丸さん、ニューヨークの今日マーケットどうでしたって聞かれて、はい、はい、マーケット
どういうことですか。そこは定時から入らないです。素直に、笑顔でやってました。下がったから。はい、この統計が予想を下回ってとかなんとか、うん、いう話をしてましたね。してましたか。ちょっといじっちゃったけど。ごめんなさい。どういう質問だったんですか、後藤さんの。あ、いや、純粋にそのより良い経済報道みたいなものを探っていきたいなと思ってるわけです。今、まあ大組織には所属してないですけども、はい、だから率直になんかもっとこういうのあったらいいんじゃないとか、うん、ここはやっぱ既存メディアでダメなとこだよねとかって建設的なこと言ってもらえると、私もそうですけど多分メディア関係者で見てる人多いと思うので、すごく一つの切り口になるような気もしたりしたんですよね。そうか、経済メディアのいいとこと、まあ、課題と、うん、いいとこ、うん、まあ、特に課題知りたいですかね。でもね、そうですね、課題は何だろう。日経新聞はとりあえず分厚いっていうそうですね、記事多すぎですよねそれは思いますよ。だって、まあ、自分は仕事なんで、はい、やっぱり全部めくって読んでましたけど、うん、膨大な時間かかるんです。なので僕大体朝の猛査定が始まる前に起きて、で家で新聞読み切って、うん、で会社に行くっていう仕事だったんですよ、うん。やっぱ金融マンって朝早いよね。まあ、もうでもみんなそうですよね。そうですね。でも5時ぐらいってことですよね、モーサーたちもの。モーサーては5時45分ですね。その 前に起きて、新聞カーッと読んで。吐きそうだな。だって会社、何時間当時、7時前とか言ってたかな。早いわ。着いたらもう人がいて、マルちゃんさ、昨日の雇用統計どうとか。7時に会社行って、急に昨日の雇用統計の話されるんですか。うん、もう本当に。まあ先週か金曜日。すごいな。7時だともう完全に出来上がってますよね。うん、高橋さん、猛査定見たことある？猛査定は、だから起きてるついでに見たことある。寝る前に見るたまたまテレ東が流れてたけど、寝る前にっていう、なんかこう緊張感が本当に24時間漂ってる職場だったんで、うん、なんか無駄が許せないというか、うん、自分の生活にそれが合っちゃいけないっていう生活でした。そんなマッチョのかエリート金融マンは。島田さんって今ってそうなんか新聞とかテレビとか報道で見たりしてるんですか？この1、2ヶ月は全然外部の情報をインプットできてないです。ああ、そうですか。なんで昨日かぐらいになんかドル円が150円も、はい、なんでだろうって、うん、数字だけ見てその先は追ってないです、うん、全然追いてなくて、選挙でね、メールも返せなかったって言ってましたからね、うん、なのでちょっと落ち着いてきて今外の世界がどうなってるのか今ようやく顔を出して覗き出した。へー、なるほど。ベースとしてどうですか、なんかその日経新聞分厚い、まあ確かに、まあ情報詰まってますよね。俺やっぱりね、いい趣味だと思うんだけど、以外になんかこう課題というか、まあ、個人的にはマーケットのアナリストやってた時から思ったのが、マーケットの描写になんかね、馴染みがない時が時々あるんですよ。記者の方が若返ったのか何なのか、うん、これ多分マーケット知らない人が書いてる、なんか聞いた言葉を並べて書いて、うん、全然繋がってない文脈点が、まあ時々ありますよね。あ、そうですね、そういうのやっぱ専門家が見てると分かるな、うんうん、俺ら何も分かんないけどね、まあ、なかなかやっぱ専門的な領域なので、うん、1年2年でこなれた記事書くのって難しかったりする領域かもしれないですね、うん、あ、うん、微妙なニュアンスで分かるわけですか、っていうのがまあ時々気になってたぐらいですね。でもそれはまあどの新聞でも絶対ありますし、おおむねでもそんなに、うん、そうですね、日経新聞に対してなんかあんまり文句があるっていうのはなかった、まあ、日経新聞で文句つけにくいですよね。だって経済報道やってるだけですからね、うん、やってるだけっていうのもあれいやそれ命かけてるからね、まあまあね、そこにね、あんまり経済ってそう文句つけにくいっていうか、うん、あ、だってまあ、科学的に近いじゃないですか、なんか、うん、WBS は見てる当時見てたかな。あ、それこそあの MURC の五十嵐さんが出てらっしゃった時代、はい、あ、ゲスト、はい、ゲストとかコメンテーターですね、よく見てましたね、はい、うん、でも確かに金融関係者って猛査定の方がよく見てます、うん、朝ね、うん、WBS の頃は家いないからね、うん、でやっぱり猛査定は朝コンパクトにまとまってるので結構重宝されてるんですよね、うん、業界の人たちに。猛査定見てる人いるんですね。いるいるいる。視聴率だからそれはやっぱさっきの反知性すぎてあれなんだけど、あんなもん視聴率で見ると、うん、0.1 で本当にお荷物だなと思ってたんですけど、だからやっぱその 0.1 見てる人がすげえ、だからある意味YouTube 的で、 YouTube って例えば視聴者が50万人だとしても濃い50万人じゃないですか、うん、そうですね、漫然と見てる50万人じゃないので、あれは世の中に影響力ある50万人、そうだから猛査定は YouTube 的な色彩のある番組だと思ってるんですよ。だからその YouTube でやればいいじゃないですか、そしたら YouTube でもやればいいかもしれないでもそういう発想はなかなかテレビ局から出てこないかもしれないけど、いい番組だと思いますよ、はい、すごいこの業界の人が見てる、まあ金融の人みんな見てましたね、確かにね、うんうん、石丸さんだから経済メディアに対してそんな不満はないみたいです、
意外なんか辛辣に日経新聞が切り刻まれるかと思ってましたけど、いやいや重宝してましたので、辛辣に切り刻まれることを望んでたんですか。いや望んでないですけど、でもそういうの言ってくれるのって気づきになるじゃないですか、多分日経新聞の現役の人にとっても、はいはいはい、意外とあれですね、はい、まあ、WBS 僕好きだし、まあ、豊島君同期だしね、うん、WBS を見てるともったいないですよね。尺があるから深掘りできない、うん、孫正義さんとか来るのに、うん、まあ、使って10分じゃないですか、うん、いやただ茂木さんもこの間出てたけど、茂木さん来るのに使って10分、うん、俺テレビマンとかその事情も分かるけど、うん、じゃあ凝縮させればいいんだって思うけど、10分で本当に大事なことだけ伝えればいいんだなと思うけど、やっぱね10分に凝縮できないですよ、うん、やっぱ凝縮したら結局凝縮できてないんだよね多分ね。できてない、表面的なことになっちゃうというか、うん、なっちゃう。これだから別にだからダメって言うんじゃなくて、でもテレビそういうもんだから、うん、俺ねよっぽど演出工夫しないと、うん、いや10分だったら10分で何聞くかをちゃんと WBS の人考えないとダメで、結局本当に YouTube が薄まったみたいな、あるいは BS 富士のなんかニュースでずっと1時間がっつりやるのあるんですけど、なんかあのちょっと太っちょのおじさんがこうやってやってるを見ちゃうんだけど、なんていうんだろう、名前わかんないんだけど知ってる？いや、わかんない。見たらわかるあんのよ、はい、BS とか結構長いがっつりね、金ないからがっつり一人呼んでやるんだけど、もうやっぱ劣化版になっちゃうんだよね。あ、大したこと語ってねえなみたいな。いや10分な10分でちょっとテレビの真髄見せてくれと思うし、まあ、それはテレビマンの仕事だと思うんだけど、うん、報道の人ってやっぱ演出目線少ないから、あ10分でどう引き出し切ろうみたいなのはないよね。はあ、うん、なくない？なんか10分尺取れたから質問当ててるだけですに俺は聞こえて、これはなんか全然、まあ、それは一理あるかもしれない。まあまあでもなくないって言われても私別にテレビの専門家でもないし、うん、WBS まだ数ヶ月しか携わってないので偉そうに言えないですけど、ただでもその指摘は多分大事でしょうね。言っといた方がいいですよ WBS に、うん、あの間接的に言っときますけど、まあでも確かにね、そのいわゆる報道局と制作局的な発想って、うん、どう見せるかどう演出するかって、これ行き過ぎちゃうと報道としてこう事実と離れちゃう恐れもありますけど、うん、両方うまく両立するのってやっぱ探っていくべきだと思う。探ってる人は、ね、楽勝にできるんですよ、うん、ただ報道部門の人は演出考えないから、うん、考えなくないから、うん、考えてる人もいるんだけど、うん、まあ、ほら演出20年畑からするとまだまだ甘いんだけど、うん、本当はそういうのを結構使った方がよくて、いや10分だと10分で尺がね、でその前30分前に来てもらって30分インタビューガッとして全部盛り起こししといて、全文これです、ネットで見てください、気になったとこ10分で突っ込んできますのが、うん、まだ俺はマシだ、例えばね、うん、一例としてね、うん、とかってあるんだけど、僕一問一答して終わっちゃうじゃん。で俺らからするとよ、恵まれてんだからそれじゃダメだと思うんだよね、うん、だって YouTuber なんて茂木さんなんて相当大変なんだよ、うん、だけどテレビで出てくるじゃん、うん、呼んでんのに、うん、それはもったいないなと思っちゃうよね、うん、で YouTube に出ないんだったらいいけど、 YouTube にもみんな出るようになっちゃったからちょっとだんだん連想でなくなっちゃうなとは思うんだけど、うん、そうだね、それこそ茂木さんもね、リハックにも出てるわけだし、うんうん、だ優位性はどんどん失われちゃう恐れがあると思いますよね、うん、強みを生かさないととは思います、ね、あとだからまあテレ東以外もいろいろ番組行かせてもらったりしてて思いますけど、やっぱりその制作局系と報道局系ってどの局もやっぱり距離があるというか、人事交流も少ないですし、うん、あのいやだから報道局の誇りみたいな、そのきちんと伝える、しっかり突っ込むみたいな、そういう報道姿勢も大事なんですけども、でもそれでやっぱり面白くとか興味を引きつけられなかったら、やっぱり総合的な報道力落ちちゃうと思うんですよね、うん、であの超バラエティでも事実が曲がってもいい、超面白くさえすればいいっていうのもこれダメで、でも両方ともこう満たしてるような、うん、あの100点0点0点100点ではなくて、やっぱり80点80点みたいなものができれば多分強いはずだと思うんですよね。もっと交流すればいいのになと思うんですけど、なかなかそうもいかない、うん、でそうこうしてるうちにだからリハックみたいなものがメキメキ出てくるってことなんじゃないです か、うん、だからもしテレビ局が高橋さんが指摘するようにもったいないダメだって言ってるのは、高橋さんにとってはビジネスチャンスが広がってるっていうわけで、どん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 やっていけばいいじゃないですか。そうですね、はい、石丸さんどうですか、そのニュースも、まあ、いろいろ今回出られたじゃないですか、うん、短尺の中で答える難しさと、うん、じゃ短尺の中での使命って何なんだろうあると思うんですよね、テレビ局の、うんうん、なんかお感じになったとかあります？なんかその最近の言葉で言うと、とにかくタイパが悪いっていう、そう尺が短い時も長い時も両方密度が低いんですよ、うん、僕の感覚からすると、うん、で実際僕の友達なんかニュース番組録画して 1.5 倍速で見て1日の情報収集してるって言うんです、うんうん、っていうぐらいなんか話すスピード云々もあるんですけども、そもそも薄いから、うんうん、1.5 倍速なんかペラペラペラっていうのを聞いても足りるぐらいの情報しかないっていうのを、うん、なんでみんなに押し付けてるんだろうなと思って、うん、何なんだろう、だからやっぱ
で出て分かったんですけど、テレビに出てね、テレビ外に出て分かったんですけど、やっぱりね、あの尺放送枠のありがたみにちょっと無自覚かも、うん、あのいる時は確か分かんなかったんですよ、うん、当たり前のように放送枠使えたし、外出たら放送枠の貴重性って分かるじゃないですか、うん、でも無自覚なんじゃないかな、自覚してたら10分飲みしようと思うじゃないですか、うん、あしようとしてる人もいるよ、うん、いるんですけど全員じゃないけど、なんかそこはちょっと思うんだよな、なんかまったりしてんだよな、うんうんうん、石花さん都知事選をこういくつかテレビ出られてるじゃないですか、はい、でそれで改めてなんか感じたこう、まあ、意外感でもいいですし、やっぱここはこうかみたいな、出てみての発見みたいな。なるほど、やっぱり一番大きいのは、うん、マスメディア、まあ、主にテレビ局は楽をすることに慣れすぎちゃってるなっていう感想ですね。楽をする、うん、さっきおっしゃった高橋さんの言葉にある通り、うん、もう自分の職場が安泰なので、その中でのんびり仕事をすることに慣れて、必死さがないというか、うん、これやらなきゃうちの会社潰る、自分の仕事なくなるっていう緊張感がない気がしますね、うん、だからその尺の長さに関わらず全部密度が低いっていう、うんうん、っていう感じ、必死さがないのかなという、うん、仮説。だから今まで通りをやっておけばいいんでしょうみたいな。だからあのテレビ番組のご長寿系、あの長寿番組とかをまだ僕らしたら片端から全部終わらせればいいと思うんですよ、うんうんうん、10年20年やって確かにそこに固定ファンはいるんですけど、一方でそれは新規で出てくる枠を埋めてるわけじゃないですか、ずっと、うんうん、あれはなんか意味があるのかなと思って、うんうん、むしろ10年で経ったからバツンと全部切っていけば、うん、それだけで活性化するんじゃないかなと思うんですけど、なるほど、いまだに僕は子供の頃から続いてる番組があるじゃないですか、うん、あるな、まあ、それちょっとガチレスちょっとしとくとね、1個目のそのまったりしすぎてんじゃないかっていうのはめっちゃね、やっぱ長時間労働 よくないんだけど、でもやっぱ本当なんか使命感を持って自分の仕事を誇りを持ってやってる人は多いと思う、うん、でそれゆえに長時間働くのいいと思わないけど、めちゃくちゃ時間をかけてやってると思う、うん、ただ何かがちょっと掛け違いあるんじゃないかな、そのさっきの枠の無自覚さなのかもしれないけど、なんかそこで使命感あるんだし、長時間頑張ってるんだけど、何かがやっぱちょっとこうあれなのかも。でその時に長寿番組の話出たけど、だこれは難しいですよね、その一応特番ってね、あの改変期っつって期末に、四半期の末にこうレギュラー休む期間なんですよね、休んでそこでこう特番打つんだけど、なかなかもう市場の原理で俺らも動いてるから、俺らとかテレビ局も動いてるから、レギュラーに勝つ視聴率出せば全然変わるんですよ、うん、やっぱそれが出てこないっていうのは難しいんでしょうね、うん、なかなかやっぱね視聴率取れる番組って出てこないですよね、10年続いてる番組いかに弱ってきてるとはいえ、ポッと出してそれを超えられる番組が出たらすぐみんな飛びつくけど、うん、ないっていうのが現状なんだろうな、うん、そっか、でもなんか僕なんかからするとジャンプでドラゴンボールが100巻を超えましたみたいな感じなんですよ、うんうん、まだ引っ張らせんのみたいな、もういいわ魔人ブーで終わらないそうそう42巻で終わるのでもね長かったかなっていう気がして、うんうん、見てる番組がまだあるような気がしますね。そうなんだよ、まあ、最近さすがにだいぶ終わってきたとは思いますけど、まあ、その後ねドラゴンボールはすぐ来りゃいいんだけどね、うん、難しいんだろうな、うん、やっぱりイノベーションのジレンマというか、既存のテレビ局地上波のモデルっていうのが何十年も確立されてきたので、うん、新しくじゃあ例えば YouTube 仕掛けようとか、うん、別に TikTok でも X でもインスタでもいいんだけども、うん、そこで本気でやろうってなった場合にこの本業に逆風になるんじゃないかって言ってやっぱ踏み出せない構図がずっと続いてるし、うん、今もそうだと思うんですよね、うん、YouTube なんていろんな人に接するチャンスのあるプラットフォームですけど、じゃあそれで広告収入どうなのっていうと地上波に比べるともう桁が違うぐらい小さいわけじゃないですか、多分本気でやっても、はい、だったらやれないよねっていう発想が続いてるうちに新しいものをやれなくなって、うん、それこそ高橋さんみたいないろんな新しいメディアがどんどん出てきてるっていう、よくあるイノベーションのジレンマの構図が、典型的なイノベーションのジレンマがこの5年ぐらいで急激に出てきてるってことじゃないですかね、2000年から2010年はまだ10割ぐらいだったのが、やっぱり SNS スマホが広がってきたことによって、まあ、一気に起こってる、でだもう5年後とかガラッと変わってるかもしれないですよね。次のね、衆議院選なんかも報道のあり方って、まあ、この今回の都知事選も YouTube のあり方が一気にこう変わったと思いますけど、次ももっと変わるし、その次とかも劇的に変わってるかもしれないですね。それぐらいのスピード感だと思います。これはもう読めてますよ。次読めてる、お、うん、次はテレビ局が本格的に YouTube に参入して、うん、リハックとピボットが潰れる時ですよ本気出したら一瞬でひねり潰される来んじゃねえよ、どっちだよまあ資本力と頭数がもう全然違うからねすごい二足三毛で変われるからもう潰されるっていう
買われるわけですね。買われたらまだいいストーリー、いいストーリーよ。うん、だけど、まあ、俺売らないから分かんないけど、あの吹き飛ばされるのが目に見えてる。それを4年後までに頑張って力つけとかないと思う。でもその判断するかな、でもテレビ局って。ね、やるともう次 YouTube かなり本気出すと思うな。こんだけ言われたから、うん、やんなかったりしたらバカだよ。だけど、普通に考えたら報道の人やる。報道はやっぱ出し口を、報道がみんな求めてる。記者あんだけいて、尺なんてないから何も報道できない。うん、みんな相島さんにもべったりフジテレビについてたし、蓮舫にもテレ東の人べったり、蓮舫についてるか知らないですよ。知らないけど、絶対各方に担当いて、がっつり撮って何も伝えられないもん。これみんなジレンマだから、うん、YouTube やると思うけど、来んじゃねえよ、こっち。俺らの本当に正体の邪魔なんだよ。だったら免許をね、電波オークションしてから来てくれ。うん、ずるいよ、その電波でさ。楽に儲けた金でさ、俺らと楽ではないけど、で今2つ選べる、あのリハックかピボットか、はい、どっちを買うかな。え、それピボットでしょ。良質なそのリハックリスクだらけだな。リスクないけど、アンコントローラブルだし絶対。なんかほら株主に説明したそうじゃないですか。リハック買いましたとピボット買いました。確かに。その観点、そう。リハック本当はリハックがいいと思ってるよ、ね。でもリハック買っても、あの高橋さんリハックやめて別のメディア立ち上げそうだよね。そうね。箱だけ売って、リハック級みたいな。スカスカにして。またどんどん。そうね。なんかそんなメディアの変容もね、引き続きウォッチしていければと。はい、面白いですね。面白い。なんか金融マン石丸の顔を見たのなんかね、初めてだったんで面白かったですけど、感想聞いてるからね。はい、いや、じゃあ久々に金融マン石丸さんだったと思いますけど、どうでした？いや、恥ずかしいですね。昔の自分の仕事というか、なんか働いてる雰囲気ってのはなかなか人に言うことじゃないので、うんうん、だいぶ恥ずかしい思いをしました。まあ普段語り慣れてないことですからね。うん、なんかそんな中いろいろ教えていただいてありがとうございます。いやいや、なんか新鮮でした。はい、次日銀公文で学ぶ国語っていうのを石丸さん MC でやりたいと思います。どんだけ使うんですか。で、後藤さんどうでした？いやでも面白かったですよね。うん、政治的な話どんこうするっていうよりも石丸さんのやっぱり銀行員時代には興味があったので、うん、でかつまあ銀行員ってものすごくたくさんいるので多分この、あの YouTube もものすごく回るんじゃないのかなと思いますけどやっぱ意外な一面が見えますよね。その安定性重視して就職したとか、うん、実はその銀行と秋田方市長はこうある意味こう仕事のスタイルとして一貫してるところがあるっていうのはやっぱり面白かったので、あの石丸さんあっちこっち出てらっしゃいますけど違う側面が見えたような気がしてとても楽しかったですし、はい、あの親近感を勝手に抱かせていただく。あ、政治的には中立ですけどね。まあ人間、はい、ってか金融マンとしてね、はい、面白かったですね。ちなみに今の最後気になって端的にちょっと時間あれになったので、え、その安定性求めるのは今も変わってないですよね。いや、今はもうそうでもないかも。もう突き抜けた感じですね。うん、無職になっていく自分の中では、まあ、今実際無職ですし、うんうん、ただなんだろう、その蓄えが自分の中にあるんです。ストック、その貯金があるという意味じゃなくて、うん、ここまでやってきたという、うんうん、自分の中に備わっているものがあるので食うには困らないだろうな、うんうん、何かのなんだろう、なんかレポートを書いて売るみたいな仕事も、うん、もしかしたらできるかもしれないし、うん、そういう意味ではなんか安定してますね、自分自身が。なるほどね。安定自体がその、食うに困らないお金が稼げればいいって先ほどおっしゃってたのが、うん、はい、それを超えていれば別に少しでも年収を上げたいっていうよりも何かやりたいっていう方に今来てるっていうことで、はい、安定はもうクリアしたってことですよね。そうですね。それはやっぱ秋田方の時に安定してても出るべきだと思って出て変わってったところですね。そうですね。その時の判断でやっぱり良かったなって思います。あの時でもちょっと小野さん終盤にまた引っ張っちゃいますけど、もし落選してたらどうしてたんですか？いや、それを全く考えてなかったんですよ。うん、状況を見て、あ、これは出れば通るなっていう読みはあって、はい、うん、で実際その通りになったんですけど、勝てる確率は結構高いと思ってたんですか？まあ、あの得票の数にも出てましたけども、はい、割合余裕で勝つだろうなっていうのは正直思いました。なるほど。うん、だからこそそうならなかった時っていうのは考えてなくて、意外に実はそれにワクワクしてました。無職になったら無職になって選挙落ちて、じゃあここからどうしようって考えるの、うん、人生って面白いかなと思って。まあね、そういう意味では今がまさにそうなんですよ。無職ですからね、はい、でも何でもできるから、はい、うん、な時に、まあ、それこそ4年前だったらまた金融に戻るのか、なんかその、はい、そのスキルを使って違うことをするのかっていう選択肢はいろいろあるなって思って、だから落ちても困らないっていう安心感が自分の中に一応あったんですよ。
なんかでもすごい分かりますよね、まあ、高橋さんもそうかもしれないけどやっぱ40ぐらいになってきてその日経新聞が嫌じゃないけども、うん、もうその先10年20年がなんとなく見えてしまう、見えてしまうとつまんないのでそこからリセットできるってやっぱりすごいワクワクするというか人生がもう一回始まる。無職になった仲間よ共通点は無職になった人たち。じゃあ無職同士仲良くしますか。そうですね、はい、あの人間としてはね、はい、デジとしてはほらあんま近づくとすぐフライデーとかされちゃってさここだけですよ。いやいやそんなさ大した話もしてない、はい、ちょっとよりによってフライデーの相手が高橋さんっていうあれ多分ずっと1週間張って女性とか取ろうとしたけど唯一会ってたのがおじさんだったっていう話だと思うんだよ。島さんとめちゃくちゃ酒飲みますよ。この間も結構ウイスキーとかストレートでごくごく飲んでたんで、あ、飲んでました、はい、ちょっとあのまた酒飲みながらのあの生配信とか、え、寿司とか頼むやつですか。寿司はもう高橋さんいくらでも寿司は私がくら寿司から、はい、儲けてますから寿司やりましょう。寿司を食う会、はい、寿司を食う会楽しみです。はい、ぜひ第2回も、はい、また金についていろいろ変動があればお話していければと思います、はい。本日のリハックスペシャルは後藤さん、石丸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと新幹線やめて飛び出しますけどゆっくり話しててください。はい、そもそもお忙しいでしょうか。Thank you.